こんにちはえ何かの方法で団結を呼びかける際は絶対に必要なのがリーダーは誰かっていうことと目的は何かっていうこの2点なんですよねリーダーも分からない最終責任者も分からない具体的な目標が一つに決まっていないもしくは複数に散在しているもしくは何なのかよく分からないってことではやっぱさすがに難しいと思うんですよそしてこの2つをまとめるときに大切なものが タイトルをつけるってことですよね。まあ、人生再設計第一世代ってつける必要はないと思いますけども、何かしらのね、力強いメッセージをキャッチコピーのようにタイトルにつけて、この旗のもとに集まりましょうというふうな呼びかけを日々していくことになります。これが大きな戦略ではあるんですけども、戦術的にやっていくのはどういうことになるかっていうと、例えばツイッターを用いてもいいわけなんですよ。使う SNS は何でもいいです。ただし、 トレンドに乗ったものとかね、それから多くの人の関心を呼ぶもの、これを日々やっていく必要があるんですよね。ただやるだけではなくて、どんなものなら人は振り向いてもらえるだろうか、どんな発信なら、あこれ自分のことじゃんっていうふうに思っていただけるのか、ひいては拡散するぐらいの協調力を持つのか、共感力を持つのかってことも大事です。これには一定の法則がありまして、アクセスを集める、拡散していくっていうのは、これテクニックでほとんどできるんですよ。 でそのテクニックを使えば、例えば YouTube でもチャンネル登録を大きく広げることもできますし、適当にやっていくとギャンブルみたいに波風が立つ時じゃないとアクセスが伸びないってことになっちゃって、雲を掴むような作業になります。<laughs> 失礼しました。でもそんな中でも確実に反応が得れるものとして、人の発言にやっぱりね、えー、絡んでいくっていう方法があります。特に影響力のある人で、 ししかも返信をしてくれそうな人です。影響力がありすぎてフォロワー10万人とかになってくるととてもじゃないけどもねそこにくっついたコメントなどを読む暇がないってことになっちゃいますので適度に発信していて適度に影響力があってそして適度に返信のできる人こういう人を見つけてですねその人の発言に対して異論正論をこうやってね伝えていくことになりますねそうすると その影響力のある発信者のファンの方がこっちを向いてくれることになりますので少しずつアクセスが積み重なっていくってことになりますこれを続けていくと例えば影響力のあるツイッターアカウントができたりとか影響力のある、ね、YouTube アカウントができたりとか影響力のある Facebook アカウントができていきます SNS である以上攻め方は全部一緒ですですので一つの SNS でうまくいく,いく人っていうのはその方法を使って他の SNS でもねうまくいかせることができるんですよ、まあ、つまり SNS っていうのは、戦術と戦略によって、その結果が分かれるということになりますので、やっぱ道具ですからね、使い方を身につけていく、学んでいくってことが非常に重要になってくると思います。適当にやると適当な結果しかつきませんので、意識して確実に当てていくっていうことで今回お話していきましたけども、もう一回ね、おさらいしますと、誰がリーダーで何の目的でやってるのか、そしてタイトルをどうつけるのか、これがまず一番に考えないといけないこと。 これをもとにですね、ツイッターアカウントの名前を変えてみたりとか、プロフィール欄を作成したりっていう風な、そういった戦術になっていくわけなんですよ。えそして、戦術のもう一つは、発信の内容ですよね。今でしたら、スシローペロ,ペロペロ騒動っていうのがありますけどね、当然この話題には絡んでいかないといけないと思いますし、NHK 党が郵便法違反で、NHK や総務省を相手取ってですね、NHK の有罪判決を勝ち取りました。判決はまだ出てないんですけども、NHK の自白を勝ち取ったわけですよね。 でこれによって被疑者は NHK になっているわけですけども実行犯が出てこないってことに対してどう思っていくのかどういうふうに今後なっていくのかっていうのうなねでにアクセスを集めているものそれでいて地上波で語られていないものをネットならではのームーブメントを起こすことがその戦術の一つになってくると思いますその他まだまだあるんですけどもね話し足りないことばかりですんでまたあの何かね折に触れてお伝えしていこうと思います成功になっております